赤エリヒレアシシぎは、超高地鶏目、ヒレアシシギかヒレアシシギ属に分類される鳥。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、キューバ、日本、ハイチ、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネー北アメリカ大陸北部や、ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季になると、アフリカ大陸や、 南アメリカ大陸等で越冬する。日本には渡りの途中に飛来する。赤石海峡では春、秋の渡りの時期に多い時には1万羽を超える群れが観察されることもある。全長19センチメートル。背面の羽毛には褐色の反転が入る。陰頭部や腹部の羽毛は白い。くちばしは細い。夏は,は腰に地帯の白い反紋がある。 頸部の羽毛は赤く和名や英名の由来と思われる。頸部の羽毛の赤みはメスの方が強い。冬羽は頭部が頭頂部を除いて白く、くちばしから目を通り側頭部にかけて筋模様が入る。河岸線は黒い。体格はメスの方が大きい。海岸や河川、湖、地上を等に生息する。鳴き声は日本語圏ではプリープリーと聞こえる。 食生は動物食で昆虫類、節足動物、甲殻類等を食べる。ヒレアシシギ族の鳥類一般に当てはまることであるが、繁殖期にはメス同士が産卵場所をめぐって争い、交尾相手のオスと巣を激しく防衛する。産卵を終えたメスはすぐに南への渡りを開始し、放卵と育成はオスのみが行う。巣は沼地の付近の地面に作られる。 ひなは、自らイザを取ることが多く、不可後20日以内に飛翔できるようになる。ありがとうございます。